アリエルでーす。また女だけ。今日初めにあのお知らせ、お知らせ、あのリエル 6年生セット、はい、明日までやな、今日出すけん明日まで、明日の21時まで募集をしております、はい、リエルの通販サイトにて。でまた21時ぴったり賞やりますので、ぴったり賞は何かというと、21時からあのぴったり20名、20名に入ると箱いっぱい、はい、箱いっぱいは無料です。無料です、無料です、当たりです、ね、当たりです。あの普通通常1セットリエルの苗が5個セットね、はい、5個とプラス箱いっぱいになるまでなんかいろいろぶっ込みます、はい、それが箱いっぱい、はい、請求はいたしません。な、それとプラスうちらの前後賞、うん、リエルスタッフの前後賞、そうですね、我々が買って そう、その前の人と後ろの人、ラッキー当たりですって感じです、ね、はい、その方も箱いっぱい確定、はい、それをね、それを発表します、はい、あの明日の8時から、うん、またあの YouTube のライブでやりますので、はい、みんなが買う様子を、はい、一緒にあの楽しんでください、はい、で結構かなりの割合であの箱いっぱい当たってる人、うんうん、入金確認ができておりません。当たっているのに振り込んでないっていう人結構いますので、うん、もったいないです。うーん。それも繰り上げとか繰り下げとかしませんのでね、はいはいはい、であともう一つ、買えない、通販サイトで購入ができないというおばあちゃん、はい、ファックスにて受付しております。アップします、ね、はい。こちらのちょっと前後賞とか参加できないんやけども、はい、これね、ネットで購入できない方はファックス番号 097-547-9302、 これちゃんとアップしちゃうよ。はい、ドアップです。ちゃんとアップ、はい、もうちょっといきましょうか。ちゃんとアップで、はい、ドアップでいい、はい、何迷惑ファックスやめてください。はい、やめてください。お試しとかやめてください。あれ、落書き送るとかやめてください。はい、お名前、はい、ご住所、はい、電話番号、はい、で今度4番、このファックス番号が必ず必要です、うん、ね、折り返し、あの請求額のファックスを送ります、はい、ね、そしたらそこをそれを振り込みしてください、銀行振り込み、うん、なので今回はあの着払いとかではなく銀行振り込みになりますので、銀行振り込み必ず確認できた人のみの発送になります。はい、はい、お願いします。このファックスの販売はもう一番最後になっちゃいますけど、どうしてもネットで買えない人はこちらのファックスでお願いします、はいはい、何回も送ったら何回も請求がいきますよ。ね、あのお間違いのないように必ずこの番号でお願いします、はい、あの間違えたりしないようにね、迷惑ファックスじゃないように、大丈夫。大丈夫、絶対間違えるんだよ、うん、お願いします、本当にお願いします。ね、ファックスはまだ来ておりません。電話番号間違えてないでしょうか、ご確認を、電話番号ね、コメント入ってたよな、ファックス、うん、ファックスでって、うん、いた、でもなんかそれでコメントできてる人は多分買えるんじゃねみたいな感じだったから、うん、で、コメントはダメで、コメントではあの何も買えません、うん、必ずファックスで、はい、あとメールとかでもあの購入はできませんので、はい、そうですね、そしてあのネットで買える人は必ずネットでお願いします。お願いします。はい、これ大変な作業になりますのでご協力をお願いします。はい、はい、それでは参りましょう、はい、今日は増やします、はい、女は増やしたい。増やしたいということで今日はこちらジョイストロック、すごい量、すごい量です。ちょっと工場がいらっしゃるけど、まあ大丈夫やろ。はい。な、はい、これをやってきます。はい。はい。
これただのジョイスターロックなので、ただのジョイスターロック、あの外しもいきます。はい、はい、ポットに植えるのと、もう親株としてまた増やすのと、やっていきましょう。はざしと、はい、もう急がんときゃもう大量でスピードスピードで、これはスピードこれみんな写さんでこうこうところだとこう近づけばいいよ。そうです。あ、これはやばくない？これはいいで、いっぱい出ちゃう。見て、このもう、うん、ちゃんと伸びちゃう。大丈夫？あ、あら、カットが違う。あら、あら、ちょっとこっちにつくかもしれん。裸足がいかんかもしれん。あら、水分結構多いな。もうちょっと水切った方がいい。こういけばいいか。あ、抜けるな。大丈夫？抜けてない？抜けてるのも。あらら。抜けちゃう。抜けちゃうとは、うん、抜けちゃうとは成長点が茎につく。あら、うん、こっち側に入る。根元からピッてすれば大丈夫かもしれない。さ、根元から、うん、これはもうものすごい地道よな。この一人50、70ぐらいありますかね。もっとあるんじゃない？100あるかな。100あるよ全然。何個切った？ごとれ。これさ、切る方、切る方がいいよな。そうですよ、ね、切る方が楽しいよな。絶対サクサクサク。切る方が楽しいわ、これ植えるの大変。これちょっとものすごくさ、渋ってこう裸足をしてる。もっと普通やったらこんなんやるけど、これちょっともったいない、もったいない病が出てる。ちゃんとこっちにひっつけさせようという。大丈夫？大丈夫？これじゃあ別々にしとこう。リサの葉差しと、名前変えた、シラコの葉差しと、誰が一番出るかな。もうかなり遅くなるよな。ものすごい遅くなるわ。1時間ぐらいなるかって。どうから、もうこれはもう、もうもうもう、あのスピード忘れちゃう。慎重に慎重に行きよ。これは終わらんよ。向きがある。これはもうあれ、あれさささささささっと全部抜けちゃったら笑えるような。全部出ませんでしたって言ったら、私な、私もバラマン勝負やけん。勝負で、勝負、誰のが一番出るか、うん、こっちから増えるか。言い訳、言い訳、言い訳、茎からいっぱい出てる。言い訳。どっちがいいやろかな。でもどっちが早い？そりゃこっちから出るの早いわな。総数にします。総数、総数。なんだっけ、増えたか。めんどくさー。大変か。この数から生まれてきたら相当ですよね。そうね、相当で、とんでもない数や、うん、増やさない関係な。すごい裸足の量。こんなもうモリモリ。このパターンやとあんま取りすぎない。取っていいんです。何してもいいんで。何してもいい。そうで、何してもいいんで。だって増やすんやけ。どうせ親になる。女子はたまんないこの量。これは面白くない？これはすごい。これは裸足大会で誰が一番速いか大会で、もうこれ、あら、白子さんちょっと遅い。スピードが、あ、でももう植えようけん、あっちの方が速いかもしれない。取りながら植えながらしてる白子は。実況して、実況。もう負けられんけんな、これは。絶対負けられんで。みんな、みんなもうほら、今もう増やさない、どん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 、うん、もうあったかなったやろ。手つきがブンブンブン。
そうでも早いでもこれめちゃくちゃ早い相当早いよもう大丈夫やろこんくらい抜けてるんじゃないか。いや抜けてないけ絶対もう自信があるけそうでもう一回こうマスターせよ大丈夫全部抜けちゃっただけだよなすいません私の枚数もやばいそうだシラコ大丈夫出てるちょっとシラコ見てこよう。どうかな。出てる。うん。出てると思う。出てるよ。うん。あ、もう綺麗に並んどる。性格が出る。見ながらしてます。うん、すごい。すごい。すごい。花が咲いてる。さかな。うん。ちょっと私のカットもミスっと。裏がちょっと裏の感じがちょっともうなんか切るときからもうあれやけダメ葉っぱはちぎれちゃうちぎれとこれすごいうわすごい量すごいすごいえ多分私が一番多かったもともとが私が一番多かったなあ、言い訳しよう言い訳しよういや、すごいあっという間に亡くなってきた言い訳、めっちゃ言い訳でこれでったら、裸足の数、私のが多くね多い絶対絶対多い何百枚になるどういう動画なんていうな、これ地味な絵面ですね地味な絵面すぎてさちゃんとさ、教えんとダメじゃないそうですねな皆さんは、こういう葉差しをするときは、うんうん、お水を吸ったばっかりとかはやめようね特にもうセダム系はこっちの方に成長点がひっついちゃうけんなパンパン、ちょっとパンパンですねそうそう、かなりパンパンよもうちょっと置いちゃってよかったいっぱい吸ったほら、いっぱいでこっちにくっついたあ、ほんとくっついちゃう手が汚いすいません、ドアップにしちゃったほら、このボコボコした茎のとこ成長こっちについちゃう、うんついちゃってどっちがいいかでも茎からは出てくるかもかもかもかくりつくうんこっちほんとこれだけ面白い、うん、やらせれたら家でこれだけの量こんな取れんもん一種類でこれだけは業者いやそんなわけやもっと持ってる人おると思うよ、もう本当にこのくらいうちやばいぐらいあるんですっておるかもしれんよもう死ぬほど好きなそうクエスタが好きもうものすごく冷やしてるもうカットカットばっかりでからでもいそうですね確かに、うん、粒粒好きが、うんうんうん、かわいいですもんね、うんあるかもよ、ほんとでもさ、こう見るとさ、うん、ここのスプーンしか裸足してないよ意外と少なくない頭がうんすごい量ですけど、ねうん、すごい裸足の量もう豆みたいな美味しそうね、うんこのうち今日一日中電話とパソコンやったけまたこれは楽しいわパソコンつまんないやろ、うん、ずっとこういう作業はしてたいんや私一人でもう何にも話さんで電話も出んで
没頭できます、ね、うんうん、だけどもう3週間ぐらいそういう時を作りたい。3週間も、はい、月の大丈夫かな3週間誰か代わりて頑張ろう頑張ろう。そうしたら生産ものすごく進むと思うよ。そうで、ね、こんくらいの速さだからいつもしよう。みんな笑っております。笑っております。みんなこんくらいの速さでさ、テレテレやっとたい感じ。テレテレしようやろ。一人ごと言うかもしれません。ゲンタラ大丈夫？電話してない。ゲンタラさん一人ごとばっか言ってるけど。話してますもんね。一人で？カネクと共に。それもすごいな。誰もおらんって一人で喋ってる。ちょっとそれすごいなと思って。やってみようかと思ったけど、何話していいか分かんなかったもん、一人ごとって。それさ、あの、あれでストーリーでなんかストーリーやな、リールでからさ、勝手に撮っちゃけば。隠し通り。怪しい人一人で。でもなんかちょっと撮るの分かると意識されるんですよ。そうそう、意識しちゃう。そうや、今日この人たち化粧しちゃうんけな。あちょっと芸能人に会うからって、ちょっとなんかおしゃれしちゃうけど。ちょっとリップクリーム多めに塗っとる。カサカサやったらちょっとあれかな。チーク塗っちゃった。小学生。朝シャンもしたっけ。朝めっちゃいい匂いしたんですよ。バレたって恥ずかしかった。なんか朝シャンしたんで。恥ずかしい。面白い。なんかしましたゆかさん。何もまだしてない。もうこう見てからもう。何もしてないわ。もうこのまま行こうかなって。半袖ですか。うん。半袖やったらちょっとさ、目立つんじゃない。そうかも。目に留まることが大事。目に、もうどんな人やろうかって。パパの腹巻きといい。目立つとは思います。赤いタオル巻いて、みんなで巻いていいか。怖い、怖い。何の団体。怖い、怖い。って。いいかもしれん。しょうもない YouTube でなあ、もう付き合わさせてしまってからごめんなさい。終わっちゃう。すごい。全然早い。やっぱりダントツに早い。終わっちゃう。また量が違うって言い出した。自分たちの方が少ないと。ピンセットかして、ピンセット。おーい。やべ、上に貼った。偉い。日がすごい。そうよ、うん、これもういいや、ピンセット使わんでも大丈夫。何トレー分ぐらいになりますか。分からん、もうくっつけていっちゃう、うん、あ、数あ、男子が入った。ダメだ、男子限定なんだよ。ごめんなさいね。いいよ、ちょっとカズコですって言って入ってきて。カズコですって。嫌です。拒否られた。来ない。カズコですって。カズコですって。カズコです。カズミ。カズミ。カズエ。カズエ。めちゃくちゃいそう。うわ、相当増えるよ。これはすごい。急がない、急がない、急がない。もう20分経ってますよ。え、またいつもさ、超ロングじゃない。超ロング、超ロングや。超ロングで相当。明日もロングや。明日もロング。そうで、明日のがある。そうで、これは今日のやけ。うん、え、違うわ、明日じゃない、明日はライブや。あ、ほんとや。
つ上がるんですか。お蔵入り。お蔵入り。お蔵入りかもしれん。しなさってる。いつか上がります。お蔵入りなんだ、悲しいよ。結構30分ぐらい頑張って。これはでも今日や。ファックスのやつやったっけ。あ、よかったです。昨日のがお蔵入りになるから。長すぎ。長すぎ。作業が長くなっちゃいます。楽しくない、こんなに増えるの。めちゃあるの。3分で全然足りなかったです。まだまだ。そうでしょう。あ、これ小さいって何トレイなの。これでも5トレイカットしたやろ。はい。5トレイカットが。あ、かわいい、並んでる。かわいい、うん、これが VR になります。親が何トレイ増えたっていう話。これ10トレイ絶対。シラコの上レモンね、ほんまにコットン。ここボラ巻きたかったね、うん、ボラ巻きトレイもないや。もう終わんないわこれ。終わんない。シラコもうちょっと上でいいじゃん。もうちょっと行きますか。なんか几帳面すぎるよな。なんでソーシャルディスタンス。ほら。もっと。見て私なんかバラバラで。いやそれでも揃ってる。揃ってるむちゃくちゃ。うんうん、この動画で見てめちゃくちゃする。シラコンのってこう何、ね、これ、うん、サイの目じゃないな。ゴイシみたいな、ゴイシみたいになっちゃう。5番、うん、5番の目。あ、楽しみやね、ほんと。もう春やけな、いっぱい増やして、うん、今増やし時です。増やし時よ、うん、増やし時。うん、もう暖かいやろ。もうみんな暖かいんじゃない。うん、たけちゃんとこしもおりかけてます。そう、うん、だってみんなこれからさ夏に向けてさ、うん、また夏やられたとか言うけんさ、うん、喧嘩もいっぱい作っちゃうから、うん、そうですね、な、うん、いっぱい増やしちゃうから、今のうち今のうちで。今さ育った大きくなったのがさ、うん、秋紅葉してさ、また寄せ植えができるや、うん、ほら今準備しちょかんと忙しいよ、多肉ごと。そうですね、本当に、うん、もういいか、もうものすごく長すぎるわな。飽きた。飽きるって言われるけさ、もう女ばっかりおるとこうペラ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 喋ってからさ止まらんくなるんよ。は、パパが終わったらもういいって言われるやろ。まだかって言われるやん。ということでもう終わろう。はいはいはい。じゃあファックスの人、はい、今日違う、明日の21時まで販売してます。21時過ぎても販売してると思いますが、はい、通販サイトで購入できる方は通販サイトで、で通販できない人はファックスで買えますので、うん、今回だけです。今回だけです。まだ分かりませんけど、また次回っていうこともあるかもしれんけど、うん、一応今回、ね、はい、ファックス番号をお忘れのないように、はい、返信できる番号がないと購入できませんの で、 そうです、ね、はい、あとはもう振り込みじゃないと買えませんのでね、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。